日本の陸軍軍人。陸軍大将制3位、訓一投降二級男爵。薩摩藩士、鮫島東米の次男として生まれる。1871年、五神兵として陸軍入り。1873年1月から陸軍共同団に入営し、同6月陸軍五長。1874年3月陸軍士官。 学校生徒、同9年陸軍少尉司保東京陳大府、台湾出兵に際して、台湾万地政党軍に編入される。1875年3月、陸軍公平少尉に、任官1877年2月から、西南戦争に出征する。4月に、公平中尉に進んで第一旅団参謀を、命ぜられるが、同10月帰還する。 1878年2月から公平第一、大隊中隊長に移り、1879年3月、参謀本部館西局員、1881年4月公平隊員、1883年2月には、この絵手段参謀を命ぜられる。1885年7月に、公平第三大隊長心得、1886年3月陸軍。 大学校副幹事心得を経、同5月公平小佐に進んで、陸軍大学校副幹事、1887年6月間軍部参謀。1889年、この絵師団参謀を経て、1894年6月18日公平、大佐、この絵師団参謀長に進んで1895年4月から、日清戦争に出征する。 日清戦後は中部都督部参謀長、1897年9月28日には陸軍少将に任官。1900年4月25日に由良要塞司令官に就任し、1902年5月5日、東京湾要塞司令官に移る。1904年9月5日に陸軍中将として大本英夫を命ぜられて、同10月日露戦争に出征する。 戦中の12月1日第11師団長を拝命し、1906年4月1日組一等、極日大受賞を受賞。同7月6日、第14師団長に移る。1907年9月21日、日清、日露戦役の軍港により、男尺を受釈。1911年9月6日、陸軍大将商人と共に、抗尾役編入となる。 1916年4月1日に退役した。退役後も14師団の置かれた宇都宮に留まった。1928年皇居。修行に後継者はなく、社位は継承されなかった。宇都宮の別邸跡地は宇都宮グランドホテルになった。ありがとうございます。